時は、時は、ローマ字、JS 時は、青へマイナス423は、海上自衛隊の補給艦。とわだ型た補給艦の2番艦。艦名は、時は子に由来する。旧海軍の浅間型装甲巡洋艦、時は、実験艇、時はに次いで、日本の艦艇としては3代目。時はは、 中期防衛力整備計画に基づく昭和62年度計画8100トン型補給艦4013号艦として、石川島張魔重工業東京工場で1988年5月12日に寄港され、1989年3月23日に浸水、1990年3月12日に収益し、自衛艦隊に直轄艦として編入され、横須賀に配備された。 1991年4月26日、ペルシャ湾総会派遣部隊所属艦として、総会母艦、林、総会艇、淡島、佐久島、由合島、彦島と共に横須賀を出港し、ペルシャ湾で総会任務に従事する艦艇の補給任務等に従事する。自衛隊ペルシャ湾派遣。この時、自衛隊員と日本国内の家族との連絡のために、 海上自衛隊と、機は船内郵便局が設置された。海上自衛隊の官邸内に、船内郵便局が設置されたのはこの時が初めてで、あり、船内郵便局の消印欲しさに、激励手紙が送られる事態となり、気候時を見計らって、未使用日手に応援に押してもらおうとする業者もあった。1994年、護衛倉間、沢風、畑風、金剛、朝霧。 夕霧は、まぎり、甘り潜水艦、竹けと共に艦隊平用合同演習にか。1994年6月24日、護衛艦隊に直轄艦として編入された。1999年9月23日、トルコ北西部地震の被災者救援のため、国際緊急援助大法に基づき輸送艦、大隅、総海母艦、文後と共に、 トルコ共和国派遣海上輸送部隊を編成。神戸港よりトルコ共和国イスタンブールに向け仮設住宅の輸送を実施する。平均速力18キロトン、約時速33キロメートルで連続23日間という海上自衛隊史上初の長距離連続航海を行った。2001年11月25日、テロ対策特別措置法に基づき護衛艦。 沢りと共に、インド洋に向け、クレを出港する。2002年2月12日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛官、春名、沢風と共に、インド洋に派遣。同年6月まで任務に従事し、8月7日帰国した。2002年11月25日、テロ対策特別措置法に基づき、インド洋に派遣。翌2003年3月9日に、 フランス海軍への燃料補給を開始3月11日にニュージーランド海軍への燃料補給を開始3月20日にイタリア海軍への燃料補給を開始この日にイラク戦争が開戦する3月28日にオランダ海軍への燃料補給を開始4月5日にギリシャ海軍への燃料補給を開始4月6日に カナダ海軍への燃料補給を開始。4月8日に、スペイン海軍への燃料補給を開始。同年4月まで任務に従事し、5月20日帰国した。2003年10月28日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、ヒエイ、アケボノと共に、インド洋に派遣。2004年3月まで任務に従事し、4月22日、帰国した。 2004年12月26日に発生したスマトラ沖地震の被災地援助のため国際緊急援助隊派遣法に基づき護衛艦、クラマ、輸送艦、国崎と共に派遣され援助物資の輸送などの救援活動を実施した。2005年11月14日テロ対策特別措置法に基づき護衛艦、キリサメと共にインド洋に派遣。 2006年3月まで任務に従事し、4月23日、帰国した。2006年4月3日、護衛艦隊霊下に第一海上補給隊が、新編され編入された。2007年7月13日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、キリサメと共に、インド洋に派遣。11月2日、根拠法である。 テロ対策特別措置法は延長されず期限切れにより、執行。展開中の全部隊は、撤収、11月23日帰国した。2009年3月16日、新テロ特措法に基づき、護衛艦、明け物と共に、インドへをへ向けて、出航、9月1日帰国。2011年3月11日、 東北地方太平洋沖地震の発生による災害派遣のため横須賀を出港する。3月13日には搭載ヘリコプターがアメリカ海軍空母ロナルド・レーガンの搭載ヘリコプター2機と共非常食3万食を気仙沼市に輸送した。2011年10月31日、横須賀基地に停泊中、油流出事故が発生。海上自衛隊が出動して、 オイルフェンスを張るなどして油を回収した。流出元は機関室の発電機とみられている。2012年1月7日、横須賀基地に停泊中の2040時頃に火災事故が発生。海上自衛隊、横須賀市消防局が出動して消火した。火元は機関室の発電機とみられている。負傷者は出なかった。 2018年4月27日と28日、関東南方海域において、護衛艦、鈴波、P-3C 及び潜水艦と共に、A 海軍との共同訓練に参加する。主要訓練項目は、対戦戦訓練、模擬洋上給油訓練、航空機装誤発着艦訓練、戦術運動等。A 海軍からは、フリゲート、サザーランドが参加した。 2018年9月に、艦内で三島会員の男性が自殺し、上院約140名へのアンケート調査により、艦長などの複数の上官によるパワハラの疑いがあるとされ、同年12月18日に護衛艦隊司令部に事故調査委員会が置かれる。現在、護衛艦隊第一海上補給隊に所属、低傾向は横須賀。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。